はじめに今まで本当に、まあ、3年間半長い間になりましたけど、アンポルキアチャンネルを応援してくださりありがとうございました。この動画を撮らせてもらった経緯は、まあ、2023年の、まあ、みんなが集まった時にご飯屋さんで、まあ、2023年年末までに100万人登録いかなければ、まあ、俺たちは YouTube をやめます今年でっていう話をしてました。まあ、俺が大晦日に試合を控えているので撮影が試合直前ではできないため、12月今日が13日にこの動画を撮ってます。大晦日、までに100万人登録いってなかったら、本当に YouTube をやめさせてもらいます。まあ、すごいこう考えたし悩んだけど、まあ、やっぱりこの、まあ、有言実行じゃないけど、だからまあ言ったことはまあやらなあかんかなと、まあ、そこもまあ義理人情やなっていう感じで、こうしてまあ3人でスーツ着てね動画を撮らせてもらいました。あのカメラ回る前にルキア君からいろいろ話あったんですけど、うん、まあ、どうせやめやんやろなって、うん、内心テル君とか犯人役で来てたんですよ僕たち、うん、まあ、とはいえアンポルキアチャンネルをもうめちゃくちゃ昔から応援してくれる根強いファンとかもいてくれてるわけやんか。だからまあ応援してくれた人たちとか、まあ、そういう人たちに向けて、まあ、今まで俺たちがどういう出会いをしてどういう経緯になってこの YouTube を作ることになって、で、まあ、解散することになるわけですけど、まあ、そういうふうに経緯に至ったのかちょっとまとめた動画があるんで、まあ、それを見ながらちょっと振り返っていきたいなっていう今日の俺の思い。最後は綺麗に終わりたい、うん、みたいな。明るく笑って、そうそうそう、別にその悲しいことじゃないじゃないですか別に、まあ、まあ悲しくはあるけど、まあ、言ってしまったことなんで。今多分65万人登録なんですよ。やっぱ朝倉未来に興味なくなった言ったら楽しみ数めっちゃ減ったんでえ、じゃあまだワンチャンスあるんで皆さん登録お願いします。まあ俺お店が試合してるから初 MMA で試合をしてるわけですけど、まあ、その試合にちょっと勝ったらちょっと登録お願いできないでしょうか。まあ、勝つので登録してください。ちょっと振り返ってみましょうか YouTube、はい、うん、あ、用意してくれてるんや。そうなんですよ。まずルキアさんが YouTube 始めた時です。ああいいね。どうも皆さんこんにちは、テイアウトのクライトキングのルキアです。この度1月1日より、まあ、かなり遅れたんですけどね YouTube を始めました。ね、やるからやろ、視聴者やファンのみんなに楽しんでもらえる。これどこで撮ってるの？これはね、あの手柄山って僕の姫路、地元姫路の、まあ、この言ってるこのままあって言うんですけど、ずーっと小学校の時から知らされてて覚えてるんですよ。まあ、でもそれがあるから今があるんだけど、だからそれも多分この動画で言ってると思うんですけど。これちなみにクリオと出会って間もないですよね。クリオと出会って1週間で、やっぱり友達と遊びたい時もあるじゃないですか。1週間の間にこの時厳しくてどんな話やったの？フリオと YouTube に対する放送とか寝たり、いや寝てたな。で、すごい、なんやろ、ワクワクしてた。もう俺は言ってるけど、やると決めたからには全力でやるんでっていう言葉この後言うんやけど、もうその満員だな。俺はやるかやらんかって結構でかくて、やると決めた時は絶対手を抜かずにちゃんとやろうって。それを2人で、まあ、クリオマンクそういうこんな感じで YouTube やったらいけると思うんですよアンブルキアさんはみたいな感じで来てて、で出会ったんやけど、なんかもうワクワクしてた。目標を近かった場所で達成できた。でも結構しゃべりうまいよねこの一発目で。うまい言うかそうやな、言葉はまとめられてるやん、そうやね。あ、そもそも俺格闘技で会見とかもこの時も K-1 チャンピオンだったから。あ、頂上から大声で言わせていただきます。じゃあ行ってくる走り方変わらんな走り方変わらん、細いな、なんだなんか細いわ65キロだなって、72キロとか多分これ体重いい疲れてる編集もなんか YouTube 登録者数100万人達成するなもう有言実行できてる。もう今2023やからもう4に行くから2021年年末までに言うてほんまにおもろいやん。この時教室も覚えてます？覚えてる。ワクワクしてる。皆さんごきげんよう。あ、ということで、これ多分3本目ぐらいの撮影ですね。3本目でもコラボできたんですね。3本目で、まあ俺はそのなんやろ、多分朝倉未来さんが俺とコラボを多分してくれた理由は、多分俺が K-1 チャンピオンやったからは絶対あると思う。これで多分俺が K-1 チャンピオン、だから俺 YouTube そこまでやりたくなかったよ。もしやるとしても肩書きがないのにやりたくなかったよ。俺はこの肩書きを使ってやろうと思って、それが K-1 チャンピオンやった。でそれでやってくれる。でもそれのおかげでほんまにまあ最初の勢いめっちゃバズらしてもらったから、
もうそれはほんまにあの義理人情とか恩がないとか言われるけど、めちゃめちゃ感謝してます。分かんない感情になっちゃってます。うん。うん、あ、これ初 MMA や、俺の。人生 初めての MMA。あ、一回試合でしたんか、ノリで。あ、何回かノリで試合は何回か出てたよ、はい、その地下学で MMA の。で、勝ったり一回負けたけど、はい、もう要するに練習で MMA をしたのがこれ人生初めて。へ、難しかった。いや、もう覚えてないです、さすがにこれ。自分の地元である兵庫県姫路市にやってきました。格闘家 YouTube 界の大御所朝倉未来選手もやっていたあの企画、格闘 YouTube 界の大御所朝倉選手、未来選手もやってたあの企画すごいな。ここから何年後には興味がなくなったぞ。これ俺まだルキア君と出会う1年ぐらい前じゃないですか。そうやな、もうジョリーと出会ったんやな。全くまだ全然出会ってなくて、うん、当時キャバクラのオーナーやってた時に、うんうんうん、回ってきました。あ、動画、はい、見た。見ました、おもろかった。おもろかったです。あ、やっぱせんな、はい、その時はアンポルキアを知ってて、まあ、もうおすすめに流れてきた感じ。あ、アンポルキアを知らんかった。知らんかったっす。おお、なるほどね。あ、格闘家としてアンポルキアは知らんかったんや。うん、そうと、その時 K1 の試合を見てなかったんだ。あ、なるほど、うん、あ、面白いやん。まあ、要するにこれもそうで、まあ戦略なんや、これはこのクリオの戦略で、はい、朝倉未来さんとコラボさせてもらった後は、俺はだってもう 新米 YouTuber やん。で、向こうは100万人登録超えてる YouTuber、うん、で、まあ、K1 チャンピオンという肩書があって、うん、まあ、あの人も心意気があってコラボしてくれた。で、このケツに次回予告で喧嘩自慢をつけようっていう戦略やったんよ。向こうは何でバズった喧嘩自慢、じゃあこっちもその喧嘩自慢の曲をやれば朝倉未来さんとこから来た視聴者さんは喜んでくれると思って、で、これをくっつけた。で、これは朝倉未来さんとコラボする前からもう取ってたんよ。置いてたんよ、もうだから。あ、そうなん、置いてた。絶対このタイミングやって。だからその時からクリオにはもうそういう戦略があったよ。なるほどね、戦略かやな。あ、テレ君、あ、OK、テレ君。だから宣伝してくれたらええな思って YouTube 最近やってるやろ。いやこんな嫌やった人も宣伝してない。この時のテレ君はほんま3年前やから、4年後も出たいな思って。だから今の俺とよりまだ1個下やわ。マジで、うん、若っ。かもしくは今の俺の年になる時。とわってるもんだって、うん、もうめっちゃ細いよ。目や、あ、迷彩やったわ、デル君。うわ、なんかほんまにイメージ変わってるわ。マジで人を見る、もう人が変わってる。確かに。店がやるんか、ここでやるんか、どっちやん。だって見て言ってることめちゃくちゃやで。お前 YouTube 載ってられるんだろ、ミス宣伝しろらみたいな感じで来て、いやでもそうやってること、ミス宣伝しろらみたいな、でも撮ってくれんだろ、もういいやろらみたいな。使っていいけど、ミス宣伝してな。ジョリーはこの時見てくれてた。この時も見てました。まあ、でもこの撮影について俺言いたいことあるわ。喧嘩自慢って回転の回し蹴りできるの。運動神経良かった、その時。あ、今のパンチ。今のパンチに対して言いたいことがある。MMA ルールやもん。もう喧嘩やな。ルールの意味なんだよ。僕この後ゲボ吐いてましたからね。吐いてたな。え、持ってこい、待ってやつ。いや、分からない。チャンピオン来いや。ルキア君のボクシングこの時荒い。荒いな。めちゃくちゃ荒いな。こう見たらめっちゃ弱ない。まあ、弱くはないですけど。でも勝てそうじゃん、今やったら。いや、それは絶対無理ですけど、この時は絶対無理ですけど、今の精度が高すぎて、この時は荒く見えます。うわ、今のボディ効いたな。あと、この時な、右拳にずっと痛くてな、右触れてない、今って。ほら、トン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 。いやでもなんか YouTube 出たかったしっていうのが。ちょっと待って、俺この時の思い出として、まあ、まずあるのが、これ結構この撮影緊張して急にアクシデントみたいなもんやん、こっちからしたら。どんだけ の, あの力力量なのか知らんし、
でも急にスパーリングさせろと言ってるやんか。だからなんか喧嘩自慢とかって、まあ最初はこう探してたけど、うん、途中からはもうまとまって聞きたいって言ってますって言って、うん、じゃあ呼ぼうやん、うん、である程度なんか分かるわけよ、うんうん、今から戦うんやっていう、うん、これもう急に戦うこと決まったから。確かに。でしかもそのなんていうかな、あのフック、右のフックで俺一瞬ほんまに暗くなって、ちょっとグッて、こう一瞬マジで落ちかけじゃないけど、こうフラッシュダウンの一個手前みたいな、マジかと思って、足の裏めちゃめちゃ熱かったし、いやほんまにそれやで、マジで熱かった、ほんまに熱かった、うん、これだって1000万再生いってますからね。いやそんないってるんや。だからこれもまたなんていうかな、アンポルキアチャンネルを爆発させてくれたある種起爆剤ですね。マジっすか、うん、この時は本当なんかもうノリみたいな、友達がなんか絡んだ YouTube 出れるかもしらんでみたいな感じだったんです。喧嘩打ったっていうよりかは店宣伝してほしいプラス、まあ面白いじゃないですか YouTube、 もう自分ら誰もやってないし未知の世界やったんで、まさかね、はい、一緒になってこうやってやってるとはね、いや思ってないです、全く思ってないです、人生がすごい変わったというか、全く思ってない、思ってない、ほんまに思ってない、これ一期一会やと思ってたから。確かに、はい、俺もだってもうこんなタイプの人間二度と会いたくないと思ったもん、うん、だって意味わからんやん。でもな、戦い終わったらな、なんかこの感じ、まあ、今みたいな感じじゃないけど、まあ柔らかいヘルクにちょっと戻んねん、あもっとイケイケやったけど、でなんかそうやったらまあ店来てやって、俺も行くって言ってるから、じゃあ行こうと、でそれで店に行って、うん、そしたらなんかヘルク初めて酒飲んだわけ、なんかめっちゃ楽しかったんよ。なんかあれ意外とこの人可愛らしい人なのかなみたいな、あ、うん、愛嬌があるタイプの人なのかなと思って、でそれでなんかちょっと好きになって、最初はこの人もう一回使ったら再生数取れるやんみたいな、あんだけバズったからみたいな感じでやったけど、なんかそっから途中でほんまにこう好きになっていって、嬉しい、なんかあもうメンバーとしてやるかみたいな感じだったな。なんか朝倉みくるチャンネルが地元の友達とかでやるなら、うん、俺らは違うやり方をしようってみたいな、うん、俺も地元の友達と誘うことは別にできるけど、うん、新しくこんな感じで、まあドラゴンクエストじゃない、うん、ないけど途中で仲間をこう集めていくみたいなのもおもろいやん、うん、みたいな感じでてるくんの最初の仲間になった。今日は電話ジョリーさんのバーリングということ。ジョリー登場会、あこれほんまみんなさ、アンポチャンネルを最近知った人とか、まあ最近ファンになった人ってマスクなかずいてくれてるやんか、うん、そういう人たちに過去振りの回って見てほしい。あ確かに、なんか俺たちのチャンネルってすごいストーリー性があると思う。確かに、これもガチやん、ジョリーが突死に来たこれガチやん、うん、わこれ見てたわ、俺の弟くれんあいつ何しなんあでもな、ちょっと止めて、言わして、俺この時にジョリーっていう人物を初めて見た瞬間やん、はい、あれこいつなんか花あるわと思った俺。確かに、俺この時に多分もう思ってる今、俺があれこいつなんかちょっと花あるなって思った、確かに、分かる、みんなジャージでさ、うん、なんかあの言うたら不良みたいな、うん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 、来るけどジョリーだけなんかスーツでパシッと来て、確かにオーラある、うん、あれスーツで着てなかったら多分お前メンバーなってないで、あ絶対なってないと思う。なるほどね、パーカーとかやったら、うん、なってない、うん、確かに、やばっ、うわジョリー弱いな、うん、全然ちゃうやん今と、はい、うおーい、だてこれ、おお、何回見たかこれ、ルキアがなんか止めに行ってんのいいな、うん、いやちょっと今ジョリー対ヒロキめっちゃ見ないんやけど俺、俺やりたいっすよ、めっちゃ見ないな、やっぱりこれが俺のスタートなんで原点やな、はい、ええやんめっちゃ、ひろきくんと、なんかひろきくんやることによって、うん、俺の一つのけじめっていうか、うん、てるくんでいうブレイキングダウン第一章終了っすねっていうのが俺まだ第一章終わってないから、うん、ああそう、はい、確かにひろきえんじゃん、まあひろきくんにあのストレ渾身のストレートもらって、うん、でそっからもう3年まあまあ練習しました、うん、で試合も結構 やりました。1年間でだって6試合とか7試合とか出てましたね。やってるな。出たね。近くもうち出たもん最初。そうですね。広島まで行ってたよ。行った。悔しすぎてね。だから今そっからひろきくんとは練習でも会ってないし。あ、そうやな。そうそうそう。もちろん本番でもやったことないし。だから今どれぐらい強くなってるんかっていう。まあ向こうももちろんね、練習やってるんで強くなってると思うんで。まあ僕が MMA プロデビューする前に1個けじめとしてやっときたいですよね。いや、それ。俺それ試合で見たいわ。マジでそんな感じで。これ男前やな。ああ山崎戦に負けた時や。昨日の。うわこの時の気持ちもめっちゃ話したいこうめっちゃあるわ。これ負けたらどうすかこれ。まあ要するに俺が動画説明したらどういうことか。これは本当に動画だけじゃなくて YouTuber としてもこうアンポルキアってものが認知された時に、じゃあ初めてのそのアンポルキアの大仕事を見せる舞台が試合やっちゃいなわけやな。でそれで YouTube によって来てくれた人たちもめっちゃおって、入場の時から、うん、ああ
ルキアだよみたいな、ルキアみたいな感じがあって、俺すごい高揚感あったよ、うん、でもやっぱりちゃんとした準備をしてない、もうそっちにもう完全にもうマインドがいってしまってるから、脳みそがもうとにかく俺はバズるんだと。でもちろん練習はやってた、毎日やってたけど、もうやってるつもり、そこにフォーカスしないから、だから俺のマインドでは余裕で勝てるってあったけど、じゃあ今思うと、お前じゃあその勝つための準備を0から100までやったら何もしてんのかって言われたら30しかしない、そら負けるわって感じ。気持ちいい練習してたんですか？そう、もう自分が自分のジムやったし、当時自分がボスよ、そのジムの、まあ弟子じゃないけど、自分の選手やんか、ジムの選手とだけやって、でそれ自分の方が当たり前し、山崎選手を想定した練習は何一つやってなかったんちゃうかなって思うな。だからもう完全に過信。なるほど、ね、負けて当たり前っていう動画ですね、これは。お、リークス、うおー、アンボルギア誰とも戦います。あ、これはね、初のね、やっぱ賛否両論見ましたよ。これ多分俺の初の賛否両論かな。なんかこれ色気づいとんな、全体的に。この人覚えてるわ。覚えてるな。ね、アスアリーですね。こいつめっちゃ腹立ったね。これね、言い方で。こいつになめっちゃ腹立った理由な、うん。こいつボスみたいな感じでさ、言われてたんが、絶対こいつボスちゃうと思って。続けてちょっと一回。ほら、この時の顔でさ、わ、ね、かる、うんうんうん。飲まれてるやん。派手な。俺一人でやってみる。あ、ケロケさんや。そっか、ルキア君も戦ってたんや。戦ってる。そういえば。これでも俺嬉しかった。うわーって俺結構好きやったから。うわ、吉田のケノスケ来たもと。え、これケノスケさんと初めまして。初めまして、初めまして。で、俺は結構普通に。あ、そうなんや。ファン言うか、やっぱもうケノスケさんって有名だったじゃないですか。うんうん、吉田がケノスケで、うん。だから、うわ、吉田がケノスケ来たもと俺。へぇ、なんかケノスケさんもオーディションなりしてない顔してますね。してない、してないな。初々しいな。どうでしたか、この試合。まあ参戦さ、いやいや、ホストは引き分けやな。だって俺 KO 戦入りにかったら負けでいいやとか、2対1で、うん、なんか2人とも倒したけど、うん、KO、なんか2人とも同時には倒せんかったね。これなんかドローと KO と KO、 なんかでも楽しかったな。なんかこうこのカオス、混沌としたことをやってるイメージで、感じで、今まではまあ格闘家アンボルキアやったけど、うん、やっぱエンターテインメント、YouTuber とかエンターテインメントの方に、にも行って、うん、そっちの方でもなんか出た感じがすごい、また見てる層が違うなと思った。全く、うん、楽しかった、これは。次行こう。あ、シューズね。もうめちゃめちゃいきなりな報告です。入院するようになりました。うわー、これ痛かったな。ここの思い出したわ。これ関節と、これ結構俺なんかもう削ったんで、半年間シェーディングがあるから、うん、やばい。これは格闘家としてやってるのに、発信者として終わってまうみたいな。ジョリーが目を怪我したのにリーダーをやってるみたいなイメージ、うん、ちょっとしんどくない？しんどいですね。結構しんどかった、うん、あの入院して起きて、あ、やばい、何も今日できん。もうだってもうこっちの手やから、うん、聞き手やから、飯もこっちで食われんし、絵も描け、何も描けんし、こっちで何も触れんし、うん、とにかく何してるやろみたいな。スパーリングでしか再生取れんかったよ、うん、この時は。まだ3人の掛け合いとかってまだそんな面白くなかったと思うから、うん、そこまで、はいはい。マジで DX やろうよ。ラーメン、男は身長じゃない。レスラーと一回やってみたいですけどね。これ俺が住んでた大阪のマンションの。あ、そう、懐かしい。ちょっと待って、ちょっと待って。なんでラーメン裸なの？ルキア君にマンションやお前周り V やろ、こっちの方が強くないですか？ K1DX、 わけわからない。吉野が K1 人生こんなのあかんねえ。絶対やったな。おい、行ってましょ、これおい、おい、ちゃん、これおい、これラーメン、強いてるくん、強いなぁ。すごいですね。まあ正直ブレイキングダウンが始まるよりも、アンポチャンネルでこういうことやってたじゃないですか。そうやな、今ね、本当な、先駆けなことやってたってことですよ。確かに。それで言うとね、またなんかやりたいですよね、俺ら。明日100万人とか行くか分からんけど、はい、まあ、行った先に、はい、まあ、今やからこそ、まあ、できる、もっとこうでかい、もっとでかい規模でできる、今やったら、はい、面白いの作れるような。めっちゃおもろいと思います。確かに。またブレイキングダウンとは違う面白いものを作れると思う、俺らなら。確かに。週に1回ぐらい集まって僕ら会議してるんですけど、ちょっと今日皆さんに報告がちゃんとしっかりとありまして、東京にチームでみんなで販売屋をこう継ぐかみたいな。テル君はほんまに長かったですよ。長かったっす。東京の方で練習、キックボクシングとかやってて、でボクシングは和歌山の方でやってるっていう今生活をやってるんですけど、その拠点を今大阪でやってて、それを東京に移すことになりました。
まあ、結論ジョリーはすごい前向きというか、テル君ももちろん前向きなんですけど、問題があって、なんでその東京に行こうかなと。いやでも本当はあのこの時家業のこといろいろあったんですけど、みんなが声とかかけてくれて、本当に今東京来てよかったなって思ってますね。確かにこの決断は、うん、テル君からしたらめっちゃ重かったでしょうね。だって俺とかジョリーってさ、どっちかというとさ、早い段階でもう経営者志向があって、うん、自分のお金は自分で稼ぐっていうさ、うん、あの志向があったけど、うん、別にそれが言い悪いじゃなくて、うん、テル君が、うん、あのどっちか言ったらほんまに結構決まったお金をもらってきて、うん、安定志向だったじゃないですか、うんうんうん、もちろんそれもいいと思うし、うん、だからそんなテル君があのそれをその安定を全て捨てて、うん、挑戦をする側に回れた瞬間っていうのは、うん、結構重い決断だと思う。確かに、うん、だから俺はここでテル君は変わったと思うよ、うん、確かに、うん、いやでもほんまそうそうだね。おえぇ、ーうん、うわチョンがチョンが細っなんでみんな細い、わからん、なんでみんなそんな太っていくの。この人はやもろかったんやな。俺大好きやな。俺買って遅刻してんな、ジョリーが。そう、でこれはマジでガチドッキリで、ジョリーこいつこの時ほんま遅刻が止まらんくて、うん、この時一番前で誰出たよな、なんか、はい、こいつほんまちょっと調子乗ってたから、俺ほんまチョンキに頼んでちょほんま消えてくださいと、うん、こいつ舐めてるんや、俺もなんなんもうそういう風に言うてんやん。黒の恥ずかしい、調子乗ってんやん。東京 YouTuber のなあ、ちょっと今辛い待ってドキでしょ。なんでちょっと待って、なんなんルキアのあの動き。ちょっと待って、いや俺ドッキリのあのドッキリを打ち上げるとき結構あの動きしてるんですよ。おもろ、間をねめっちゃ大事にしてるんですよ。見といてな、ドキでしょ。おもろいな、おもろい、これがおもろいな。ショーン君にして仲いいって喋ったら、うん、ほんまにもうマフィアやって、でもめっちゃユーモアのある面白い人で、これは俺もう急接近して、俺がどっちかというとジョリーより俺がもう急接近してもで、ショーン君と、でまあ今に至るんですけど、次行こう。今回なんですけど、まあ、東京に行きますっていう話から、どう考えても狭すぎるやん。メンバー2人とも狭すぎる。東京来たのどういう画角なん、どこ向かって喋ってるテレクのジョリー。横が落ちる前に。これマジで狭かったよな。ほんまにだよ。コラボでもすごい増えてるし、動画もすごい増えてる。あれやんな、撮影する場所もなかったから、家なくて上京したんや。で、俺この時もめっちゃ叩かれたわ。あ、めっちゃ叩かれたわ。お前リーダー失格やなと。あ、何の保証もないのにみたいな、連れてきてみたいな。でもなんか俺はいや絶対行けると思うから行こうよみたいな、絶対俺たちだったらいけるってみたいな感じで、もうそれしかなかったよ、熱意しか伝えへんやつみたいな。で会議室におんねん、結果計画性もなく来たとか今思ったらやばいやろ。でもリアルなの、確かに、リアルに計画性なしで来てるんでね。確かに、この時ルキア君適当でしょ。そう、マジで適当やったっすよ。ほんま適当やったな、うん、適当。 YouTube を撮るって言って撮らんかったり、うん、めっちゃ俺ら振り回されます。あ、ほんま、はい、いつぐらい、これ何月です。でも冬やな。あー、去年の、そうそうそう、あー1年前か。あ、一番あれやば、荒れてましたね。荒れてるな、うん、心も荒れてるわ。なんかもう何を目指したらいいかわからなくなってる。これ確かに、もう目指すものがなかった、うん、目標がないのに発信するやんか。だからもう血迷ってるよな、完全に、うん、さまよってるやったわ。ここであれちゃん、噂のルキアの発言したんちゃう。あ、じゃあそいつは流してない。どうや、ついに行きます。行かなかったらどうするかまで決めます。行かなかったらチャンネル削除。やりましょう、やりましょう。ありっすね、やりましょう、やりましょう。俺の顔見て、こいつ、ほんまにて。2023年にチャンネル登録者数100万人いかなければ、アンドクリアチャンネル、絶対全員 YouTube やめます。顔全員赤いよ。もうこれは、まあ、ルキアさんの中で、まあ、プランみたいなのがあったんですけど。やっぱないな。ありました、ありました。あったん、なんなん。ブレイキングダウン出場。あー、うわ。これは度胸いったな。俺だってこの時正直そんな練習も正直してない状態だし、なんかでもこれ舐められたまま終わっとったら男スタルだと思って言って、ほんまにこの場でもしやるってなったらほんまにやったろと思った。一瞬ノックがピキョったやろ。俺も気持ち作ったわ。ほんまに無制限中なのに今のこの戦いは、その前じゃん、後やろ。
あ、そうや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 。でも俺の中で正直決まってたことがあって、いやでも戦いたいと、はい、うん、そう言った言葉にはけじめ取ってくれよと、だからやりますか軽くみたいな感じで始まって、最初軽くして途中からまあ2人熱くなっていって、最後のシーンだけ見せて、最後のシーンだけ打ち合いの、めっちゃ違う、うわかった、めっちゃ違う、めっちゃ違う、これこれ、あーこれね、まあ、でもこれはほんまに舐められたくなかったっていうか、けじめやなっていう、まあ、でかいだけで調子乗んなよみたいなのはあったな。あー来たな、ジョリーのクレイジーが光り出す頃やな、これ後ろのあれ一緒やもん、多分ほんまや、ここか、まあ、この声やったやん、ここでやったやん、ビンターパーティーの顔、やば全然ちゃうな、場所変わってこのクイーンの顔で、続いて、時間で、誰だけでしょ、俺だけでしょ、ケルスケさん怒ってるやん。しかもさ、なかなか強くやってない、ちょ、謝っとけよ、今にあのためで、まあ、あかんわ、それエンタメで盛り上げるためとはいえ、ケノスケさんにビンタしてしまって本当に申し訳ございませんでした。じゃあ僕からもお願いします。いや絶対あかんやろ、痛い、こんなのは絶対あかんやろ、いや本気で謝らなかったタイミングやって今のは、はい、いやお前ケノスケさんレジェンドでさ40歳ぐらいやんか、はい、お前人生の大先輩でもあるわけよ、はい、誰がいきなりビンタするの、絶対あかんで、そのエンタメでも、そうなんですね、うん、でも裏で謝ってて、うん、でもう許してくれてます。あ、そうなんや、もうまた一緒に練習しようぜ、大人やな、はい、次行こう。そうですかね、あ、これ俺が切れたやつか。ジョリーほんま腹立ったねんな、これ横で水バーンかけて、いや俺ほんまリングから下ろしたくなかったもん、ほんまめっちゃ強かったんすよ、なんだかんだ3ラウンドの何でも強さはある、余裕ないからお前行かんかい、行けな、前でろ。これ気合入りましたね。いやこれはここまでした理由っていうのは、あのジョリーが圧倒的に有効打取ってたよ、もうお前勝てるぞと、もう目の前に勝利がある、でその時にケイノスさんが来いよ来いよってやったよ、これちなみに残り10秒ぐらい、普通に考えて残り10秒で劣勢な方の相手がこんなことするのって、いや俺余裕ですよって、その苦し紛れの一手やねん完全に、うん、はい、なのにお前はそれに対してこうやって見てたよ、うん、いやそこ行けよと、行ってたらもう勝ってんのにっていうの怒りが、もうなんでお前そこで行かれへんのお前っていう、うん、でお前やれやるやれっつって行けっつってやんねん、はい、この時めっちゃ練習しましたもんね、一緒にめっちゃやった、この時はジョリーと一番練習してる、うん、一緒にとにかく慶之助さんに勝ってほしかったから、うん、だからその怒りがあってあれですね、俺はこの時目覚めたっていうか、なんかやっぱ恐怖心あったんですよね、対峙して、多分慶之助さんと対峙した人しか多分感じやん、うん、分からんと思う、まあそれはあるわな、うん、めちゃくちゃ怖い、まあ俺はその強さ、そのなんていうかな、キックボクシングって強さは俺なんか上やから、うん、怖さみたいなのないけど、でも言ってることは分かる、確かに普通に大きいし、うん、やっぱそのいろんな経験もしてる人やから、うん、やっぱオーラがあるよ、その、うんうん、ジョリーからしたらケイノスさんはめっちゃオーラもあると思う、うんうん、あと簡単に入り込めやんな、やっぱりその前に飯田さん系をしてる膝を V で見てるから、あとこういうのうまいもんな、そうそう、うん、これでパーンって入ってくるから、うん、ゆっくり入っても確実にここ入れられるっていう、うん、でも俺はそれも分かった上で、そこで出るこれはもう苦し紛れなの、だからお前行けよと、もう怒りでしたね、なんでね、これは、なるほどです、うん、おー、ライジンデビュー、やっぱライジンっていう文字が出たら急にガチかな、ゴロゴロしながらなんですけど、まあでもこう会見でこう何、まあ、注目されるってね、毎回じゃない、なんかでも毎回なんか注目されてるよな、ね、なんでか言うたらね、うん、まあ、これノウハウで言ったら冷めるかもしれんけど、ちょっと言うと、例えばここで俺正直ブアカオ選手に対して思うことはもうリスペクトしかない、申し訳ないけど、全くもって、うん、ブアカオ選手に対して煽りたい気持ちはほんまにゼロなわけ、うん、だって俺その人に憧れ格闘技始めてるわけやから、うん、何の煽りがあるんだ話やん、じゃあこの試合どうやってもらいたいやろみたいな、うん、俺がいきなりライジンにキックボクシングやりに来て、うん、MMA そもそも団体でキックボクシングそんなに求められてないのに、うん、じゃあ俺がそこでブアカオ選手できて光栄で本当に頑張りますとか言って、誰が楽しみなんやな、確かに確かに、個人的にやっとけよって話なんで、確かに、じゃあその試合を俺は見てもらわなあかん、うん、出ると決めた以上、じゃあどうしようってなった時に、まあ MMA 団体やし俺キックボクシングになるし、その大多数に批判浴びたとしても否定しようかと思って、でゴロゴロしちゃおもんないっていう発言をして、もう大嫌われよ、めちゃくちゃ嫌われて、それこそスダリオとかから、スダリオのきっかけはこれ、こっからあいつは俺に対してターゲットしだした、ノエリ選手に負けた
時って、なんか俺の中で、まあ、当時の俺から、俺の中では、まあ、出し切ったかと。全部出し切って負けた。もうトーナメントで2戦目でウェルター級に挑戦して、途中2戦目でその階級のチャンピオンとかもやったりして、2戦とも KO できて、で、トーナメント決勝、3ラウンド2分50秒で、まあ、俺、KO負けするんですけど、その時に、でももう、もう俺の今持ってる力は全部出し切ったと。それで負けたから、もう仕方ないって思って、なんか、自分の中に納得した部分があって、で、ブアカオ戦に関しては、マジで俺は今、最強に強いと思ってて、絶対に勝てるわと、うん、と思って、もう倒せるわと思ってて、うん、まあドローになったのがあって、でブアカオ選手って別に今もなんか引退したとかみんな言うけど、うん、今も現役で、うん、なんやったらあの和島選手とかとこの前スパーリングして、その和島選手が強いって言ったその選手この前倒してるんですよ、現在進行形でね。だから正直めちゃくちゃ強くて、だからそれもなんかみんなにはやっぱ俺嫌われる発言をしてるから、みんなにはそう言われるわけやん、こう40歳に負けてお前の試合の何がおもろいねんと、お前大臣から出ていけと。それがなんか自分の中で言われてることに対してじゃなくて、その自分がドローっていう結末をまないてしまった、これは自分の実力なんで、そこに対して俺は深く落ち込みまくってたっすね、もう落ちてたっす、もう正直もう俺大丈夫これみたいな。ただ落ちたけど、ここで俺は格闘家のマインドがバシッと分かった。ここで、あ、なるほど、俺がやってたことは足りてないんやと。あ、俺がやってると思ってる練習は、うん、それは練習じゃないんや、うん、ただの満足してる体を動かしてる運動で筋肉痛が起きる、うん、で足、まあ、いい感じの筋肉やわみたいな、うん、頭を使ってない全然、うんうんうん、もっとこう戦略的にここに命を燃やして、これで成功せんかったら俺の将来は地獄やと、いうぐらいの絶対に練習に言い訳を作らんとこうと思って、で多分この時の体と今の体ってもう全然違うから分かるやろ、うん、っていうので悔しかったからマインドが変わったきっかけでもありますね。このきっかけを作ってくれた人が自分の憧れの存在なんで、うん、だから俺は今思うとめちゃくちゃ嬉しいなと、うんうん、この試合ができたことを。あとまあやっぱりこのブアカオ選手と初めて会ったのがタイ で俺はテレビでもう一方的にファンやって、うん、でタイ人とか知らんから日本語で手紙書いて、それをもうタイに渡しに行ったぐらい好きやって、でその時に連れてくれたのが親父 で親父は俺たちに K-1 選手になってほしいと思ってて、で K-1 っていう舞台じゃなかったけど、その連れて行ってくれたブアカオ選手との試合に親父をセコンドにつけられたことがなんか俺の中では一つこう恩返しというかできたんじゃないかなと思った試合でもあったり、いろいろまあ感慨深かったですね。はいはいはい、これはね、ちょなんか俺ばっかりの話申し訳ないけど、受けたいうか、まあ、受けたのもあるんやけど、ほんまにこの経験は俺の人生の中で一番緊張したのは多分これですね。俺の人生で一番緊張したのはこの日これを超える日はなかった。格闘技の試合より余裕で、だってこれは完全に理論言えないんだけど、格闘技って俺は自信があるからやってるわけじゃないですか、うんうんうん、格闘家のボルキアとして、だから自信のある発言ができるし、うん、でもラップってこれ3週間前にやってくれって言われて、え、マジでみたいな。で俺もなんか軽い気持ちで、うん、俺ノリが軽いから、うん、だからそれをバカって言われるんやけど、よくじゃあやりますか、うん、で言って、今回の MMA って一緒っすよ、でやることになるわけですよ、うん、でどんどん日にちが過ぎて、やばくない、ほんまにやるみたいな。でとにかく準備をせなあかんと思って、そっからもう格闘家をパチッと切って、まあ、切ってラップ、確かに、まあ、だから負けたんや、だからドローなんや、ブアカオ戦だと、まあ、要するに違うことに注力してる。でもかといってこの経験が無駄になったかっつったら全然無駄になってない。ほんまにその自信のないことやけど、この短い期間の中に本気で準備してその熱意を全力出すっていう意味では、あの、まあ、ラップ結果負けたけど、呂布さんにね負けたけど、自分の持ってるものは最大限出して、でその緊張して初めての舞台で自信がない中で自分を出せたっていう意味では、ほんまに心臓に太い毛が生えた一日だったなと。こっからなんか緊張とかいうものはそんなに俺の中でもなくなった。だからなんかこれ結構みんなにバカにされるし、まあ、もちろんやってることバカなんやけど、でも俺は全然バカにならへんほど あの経験を一応得てるから、ありがとうって感じです。 FSL ありがとうございます。なんか僕訳する。おお、所さん、いやこれはね、いや嬉しいわ、もう顔見ただけでめっちゃ嬉しかった今。なんかこれほんまに言うけど、俺たちが認められた瞬間やん、これは。あの、やってたこと間違いじゃなかった。だってこんなに大物のいろんな人見たことあるの、所さんは。その所さんが、こいつらいいねって言って、俺らなんかに会う必要なんかないやん。いや確かに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 。いやほんまにこれはね、俺超嬉しかったな、正直。なんか所さんが、まあ、要約すると、まあ、僕たちのチャンネル見てくれてると、はい、トップアップやってるじゃないですか、はい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 、あそこに顔を出そうとしてるらしいんですよ、もう変装して。なんでか言ったら俺たちに会いたくて、でしてたけど笑ってこられてのなんか収録が入って、うん、で行けなくなって、でそれでなんか家に所さんからのこの
なんていうかな、大量のグッズ、うん、それこそ時計とかもいただいたじゃないですか。いや、はい、はい、いただきました。そう、ああいうのいただいて、でそれで俺はもうそうやったらぜひ会わさせてくださいって言って、世田谷ベースに行かせてもらったんですよね。でそっからもう定期的に会わせてもらって、俺はもう多分5回6回ぐらい会わせてもらってて、うらやましいな。この前なんかあの所さんがイタリア旅行の時に、イタリアちょっとそこはっきり忘れたけど、奥さんからプレゼントしてもらったピアジっていうところの時計があって、それを所さんが自分で改造してやってたプラチナの時計をこの前いただいて、通り見ましたよ、はあ、めちゃくちゃ可愛いやつで、ほんまによくしてもらってる、ほんまに僕たちのアンポチャンネルのもう守護神、神様所さんです。ここにも守護神いるんで、僕たちも叩くのやめてください。所さん見てます。所さん悲しいのやめてください。いや所さんついてるから俺ら , 笑ってこられてもついてるから俺らに。おい、アンポルキアチーム。あー、俺ね、アンポルキアチームじゃないの、アンポルキアチーム。あ、チームこれはね、俺楽しかったなこれ。いや、この縁はね、まだ続いてるんですよ、ちなみに。あー、確かに確かに。天馬とチームはね、まだ縁が続いてて、俺の試合とかみんなして応援してくれて、みんながこう近況報告してあげるグループがあって、なんかほんまに一致団結した瞬間やな、こう大一で。この時らへん、テテ君ちょっと怪我してくれなかった。そう、骨折しましたね。この前、ジョリーの試合とか見てもらったら、俺、あの、ルキアがなんか、誰か忘れたけど、熱血指導してんのめっちゃ笑った、まあ、病院でみんなにぶつけてもらいたいなっていう思いで。なんか、まあ、指導がうまいとかこう結構言われるやんか、うん、俺って、うん、でそれでなんかそのテル君もジョリーも勝たしてみたいなことをさ言われてさ、内心俺はいや別に俺が勝たしてるわけじゃないけどなみたいな、いやいや2人が頑張ってるからやろっていうのがあって、でもその中で今回この剣バトで、うん、まあ、3回ぐらいみんなで集まって練習して、うん、この優勝、うん、この一致団結した時にすっごい嬉しくて、なんか俺がなんかみんなと勝利を勝ち取った気持ちになって、うん、そうめっちゃ嬉しかった。これ超楽しかったこの日、うん、次行こう。うわあ、怪我で入院中のテル君が鬱になってしまった。手術も、テル君も何回メンタル弱いもんな。まあとりあえずは、ひとまず。テル君あの時落ち込みましたもんね。でもやっぱね、こう言っていいですか。多分ね、テル君はね、俺らのチームの中でもね、やっぱ年上なんですよ、一番最年長でね。だから多分、まあ、俺らのことを、まあ別に年下として接してるわけじゃないと思うけど。いや全然そんなんじゃない。でも言うて、やっぱ年齢の差はあるから、多分弱みを言いにくいとか、そういうのあると思うんですよね。多分さっきもあのプライベートでテル君と話してましたけど、まあ、そういうのも多分 俺たちがこう言い方したら言ってくれるけど、自分たちは言わんから。確かに。だそういうのがあって、多分深く考え込んで、まあ、打つというか、ちょっと押し込んだ。そう思う気持ち、俺正直めっちゃ分かるんですよ。ちょうど2年ぐらい。病院は結構やっぱり治療してくれる、誰とも会わんし、そうルキアとかジョリーが、まあ、来てくれて、で病院の先生に怒られて、まあ、元気になってきました。ありがとうございます。はいはいはい。いやでも助かりました。まあでもその話ももう完治してね。そうですね。今からもテル君復活ですから、はい。いやでも本当この時あのメッセージみんないただいて、しかもジョリーがなんかブレイキングダウン選手とかにも、あほんまやと。もうあれはすごい元気出たいね。僕あんまブレイキングダウン選手と仲良くしてないから、あ確かに確かに。だからすごい嬉しかった。あいやほんまっすか。うん。あれジョリーのサプライズだよな。はい。うん、でルキアは本当にあのこまめに連絡くれて嬉しかった。あいやほんまにありがとうございます。ファンの方もメッセージいただいて、うん、今こうやって元気に。はい、いや本当あのみんなのおかげで今の部がいけるんで、ありがとうございます。おっ、ジョリーに初めて負けた時か、これ。これは悔しかったな。俺でもこれ怒ってないよな、確か。なんか俺、まあなんかよくやったなと思った、そういう、うん、そうそう、あと相手が新聞に強かったよ、うんうん、めっちゃやったな。でもオーバーやん。めっちゃ病んでるやん。一番やったのに、うん、だから俺はジョリーのことが好きな理由がこういう姿勢よな、うん、やっぱり本気なんやなと思うやんこれ、うん、見たら。なんかその別にブレイキングダウンさ、うん、名前を、まあ、もちろん売るとかさ、うん、影響力をつけるとかいろいろあるけど、うん、お前は勝ちにいってるやん本気で、うんうんうん、だから負けた時こんな悔しがるし、うん、でその姿勢ってやっぱ感情やからほんまの感情しか出へんのもね、うん、この負けた直後とかってさ、うん、俺はなんかそれを見た時に俺はこの時ジョリーに怒ってない理由が、うん、あこいつはほんまにちゃんと練習して準備していないの、うん、でそれで勝てへんかったらもうそれ仕方ないやん、うん、またもう一回頑張ってやり直すだけやん、まあね、って思ってなんかまあ よかったんちゃうと思うこの負けは、うんうん、もう木村戦なんですね。あと何個もその何があるの？じゃあ。木村選手全員。あ、そっか。え？そうそうそう。木村が要するにドーピングしてるからということで、じゃあ木村のまあ弟分じゃないけど、ボクシングの経験もめっちゃあって、まあ立ち技もできる、うん、あの宇佐美君とやろうということで、うん、この前試合決まった。9月に試合ですね、これは。で、まあ、無事勝利して。
あでも楽しかったわこの試合すごい。俺宇佐美くん良かったなって思う。いやでも宇佐美翔いいよ俺好きやわ。うん、やっぱプロの仕事してるやん、うん、だって MMA ファイターがさ、うん、キックのリングに上がったやで、うん、まあ自信あったと思うわ彼も、うん、あったと思うけど、でも自分のその競技じゃないわけやんか、うん、でもちゃんとこうやってさ自信満々にさプロの試合をや、うん、仕事をやってくれて、まあ俺のことほんまに嫌いだと思うけど、でも それがこのいい試合を生んだよな、うん、俺は思う。俺もすごい感謝してるな。まあ、BD9始まりました。ジョリーのタワゴトチャンネル。決定したけど、今日はですね、ブレイキングダウン。かわいそうやね、これ。うわ、怖い怖い怖い。痛いやろ、お前。見ようがいいで。痛いやろ、こういうの。俺でも嫌やん。自分の KO シーンとか見るの嫌やん。痛い痛い痛い。テンプられたら、ふーってなって気持ちくなるじゃないですか。気持ちく倒れるじゃないですか。もう、尋常じゃない痛みがこうなったんですよ。この時思ったのは、この時は2人でも同じタイミングで怪我したから、うん、やばいなって。俺ら戦闘することによってみんなに見てもらってるやん、うん、基本的には。そうっす。だからこれちょっとやばいんちゃうかなと思って、うん、俺は結構危機に感じたの。そうなんですよ。俺は入れてもらってる限り弟子なんで、うん、ルキア君だけじゃなくて俺もテレ君も戦わなあかんなって思ってて、うん、だからまあ最近怪我やって、うん、でもう治りかけてるから、うん、やっぱり俺たちは挑戦する姿をみんなに見せたいから、うん、やっぱり格闘技はやりますよ。 YouTube 終わるけど、うん、結論な結論、うん、だからそれでお前はやるって決めたってこと。はい、そうっすね。なるほど。大臣社会権ドーピングをして、半年間流れすごいっすね。サスペンデッド期間中に似合ったよね、割れながらすごいっすね。半年でサスペンデッド会見がいい。まあ木村に対して言うことはもうないな、うん、正直もう目の前にもう、うん、MMA のあれがあって、うん、もう どうでもいい正直。まあ木村実などうなるな、なんかケンカウトロワイヤルとか出ようとしてるやんか、うん、なんかもうちょっと違うんちゃうかな、うん、でもなんかでもここはこう思ってるとこもあって、俺が手を差し伸べてあげんかったら、うん、あいつ多分もう使われへんから、うん、だからそこはちょっと俺救ってあげたいじゃないけど、うん、やっぱなんか木村実ってすごい花あるし色気あるし強い選手やん、うんうん、だからなんかそこは、うんうん、なんかなんとかやりたいなって気持ちはないことはないけど、うん、まあちょっと薄れてきてるのはあるな正直、うん。今日は思ってることを言います。あざぐらみくる今日も嫌くなったが、あでもねこれに対してね俺改めてちょっと言わせてもらっていい。これちょっと今から結構なちょうど昨日や昨日思ったこと言うわ。前田明さんにも言われた、電話かかってきたって言ったやんか。それでも話して思ったことあるんやけど、やっぱり俺ね改めて俺間違ってると全く思ってなくて、自分がだって朝倉未来選手に対して興味なくなったっていうのは確かに競技は違えど、まあ俺は対戦する可能性が少なからずパーセンテージだったわけやんか。向こうもいつか別にやるんでやりますよみたいな感じの空気もあったしっていうのに対して、俺は格闘家として興味がすごいあってリスペクトがあったから対戦したいっていう気持ちがあって、でそれでレアマンに負けた時にマジかと、まあこれ何回も言ってるけど、いやそこ負けたらあかんやろみたいな、その時にファンは言うで、いやキックボクシングルールじゃん、オープニングがグローブじゃんって、その普段やってないことやったんだから讃えろよって。いやでもその勝負やると決めたのは本人や、じゃあ勝たなあかんのよ。俺は MMA やると決めたなら勝たなあかんのよ。だから俺もし明日おみそか、それこそこの動画から次の試合がある、俺が負けたんやったらボコボコ叩いてくれたり、俺はそんぐらい格闘家って結果が全てだと思ってるし、いつも言うけど勝つやつが全てを手に入れて負けるやつが失う、これが俺は格闘技の魅力やと正直思ってる。だから競技に対してもっと真摯に向き合ってほしかったなって俺は思った。格闘技家なんて顔なわけやんか。だからその体の仕上がりとか見た時に、ああやっぱちゃんとやってないんやろなって思うとこがあって、だからほんまに正直な気持ちやったから、俺にとってはその興味がなくなったっていうのは格闘家から格闘家に対するアイラビューなんですよ。要するに、だからそこにこう義理人情がどうとか、まあもちろんあるんやろうけど、ちょっと俺の中では二の次の問題なんちゃうそれってっていうのは今もちょっと変わんないですね、その考えとしては。以上。なんか俺はこれを機にルキア君がルキア君らしくなったなっていうイメージが強いですね。カメラで見せてないルキア君をどんどんツイッターとか、X とかインスタグラムでも発信するようになって、めっちゃ面白くなってきたらチャンネルがあって時にもう終わっちゃうんで、ちょっと嫌っすね。終わるんか。終わること忘れてた今。ようやくルキア君の良さが出てきて、そう YouTube ラスト投稿5本で良さが出てきた。今までの俺は良さ出てない。出てないです、うん、でも良さ出てないけど65万人は来た。来ました。良さ出てないのにその65万来てたんです。来てない。始まりました。うわ
やっぱ着々とでもなんかなんやかんや進んでいくな。なんか俺だってさ、こうなって落ちた、地に落ちたわ、好感度も何もかも全てが思ったらなんかこうなってくれん、うん、これなんだよな。いや、やっぱり頑張ってるからじゃないですか。自画自賛やん。いや、洗濯の質が上がってきましたよね、うん、あ、それはあるな、うん、はい、これね、あのタイトルにもあるように溝口さんのとの出会い、あ、それはある、でかいと思います、うん、溝口さんの出会いはだいぶでかいな。それこそ溝口さんと出会うことになったきっかけって、うん、あの俺が刑務を辞めるときに、まあ、違約金問題があって、うん、でその違約金を払ってチームにならないかみたいな提案が来たの俺、うん、あのある方から、うん、でそれと同時に 溝口さんと俺がなんか仲良くなったというか、うん、その話するようになったきっらへんでもあって、うん、あ、結構前か。でそれがまたよりするようになったタイミングだったよ、うん、でブレイキングダウンに出てほしいという話があったりして、うん、でその時に今こういう問題を抱えてるんですって言ったら、溝口さんがそれなら俺がやるよと、片手間でやったとしてもあの絶対今よりうまくいくと思うっていう話してくれて、なんか俺は直感で、あ、じゃあ溝口さんとやってみようってなんか直感で思ったの俺、うん、溝口さんがおらんかったらこの MFA ジルも立ててないんですよね、うん、やっぱりクラウドファンディングを俺がジム立てるときにあのこうしたいですって言ったら、いや、アンプルキアがじゃあそこの俺が違うエリアでやろうとしてたんですよ、世田谷かどっかか、うん、アンプルキアがそこでやらなきゃいけない理由って何なのって言われて、その時も俺プチンってきて、俺結構考えたの、めっちゃ。それをなんか頭回しにダーンって否定されたから、ちょっとほんまに喧嘩するテンションで言ったんやけど、もう言われたことが正論すぎて、すいません、確かにそうですってなって終わってもて、うん、でそれで溝口さんがそのクラウドファンディングまで立ち上げてくれて、そのプラットフォームを作ってくれて、でそこで立ち上げさせてもらったのがこのジムなんで、うん、感謝しかない。でそれを本当にあのこのジムを立ち上げるにあたって支援してくださった3000、まあ、約700万円集めさせていただいて、まあ、このジムが立ち上がったんで、本当にその改めて、まあ、結構ヒンチャー立ちますけど、改めて本当にあの応援支援してくださって本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕もすっごいこのジムで練習させてもらってるんで、本当にいいジム、うん、最高やな、もうほんまに最高っす。いろんな人が集まるんで、うん、いい環境ですね、うん、本当にだからあの支援者には僕からももう一度感謝させてください。ありがとうございます。はい、そんな溝口さんの会社今ここで働かせてもらってるんですけどね、はい、本当に中途採用、高卒何でも取りますよね。それとにかく若い人材を求めてるんで、マジで厳しいです。正直、例えば俺は成長した人として人間的に大きくなりたいとか、うん、なんか逆境を跳ねのけたいとか、うん、そういう人たちはマジで来た方がいいと思うんです。マジで成長するスピードが尋常じゃないぐらい違うような、うんうん、確かに。別にこれそういうの言ってくれって言われて、別にそういうのを溝口さんに頼まれてるわけじゃないからだから溝口さんからしたら余計なお世話やと思うかもしれない、うん、でもそういう人が日本に増えてくれて嬉しいじゃないですか、うんうん、だからまあ挑戦したい人はぜひあのバックステージまで、お越しください、はい、で、あの、はい、僕も溝口さんの新刊ポケットに入れて持ち歩いてるんですよ、ね、うわ、ゴマ吸ってるわ。いや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 、ポケットから出てきたやん。さっき上からついてたやん。えぐいな、お前。お前嘘つきだよ。小学生みたいな悪口言ってくれやん。あの、持たざる者の逆襲なんですけど、もうタイトルがもう全て、うん、あの、まだ何もないものは持たざる者の逆襲しろ、うん、じゃないと人生は切り開かれへん、自分が得たい理想の未来は掴み取られへん、もうそれに集約されてるよな。そうですね。ああ、いやー、ありがとうございます。なんかありがとうございます、本当に。ちょっと一回待って、一回待って。ちょっと来ますよな、これ。結構来ますよ。難しい。どうしたい、どういう電子でやって、どういう電子でやって。この時、あの、まあ、テル君結婚したやんか、うん、それこそ、もうチャンネル初の結婚ですよ。いや、ありがとうございます。めちゃくちゃめでたいことじゃないですか。いや、ありがとうございます、本当に。だって言ってたけど、テル君も YouTube やってなかったら俺結婚しなかった。あ、そう、ほんまにそうそう。それもすごいやっぱ縁がある、うん、嬉しいことやし、でもこれ横におるのがジョリーじゃなくてチョン君なんですよ。ジョリーはこの時にパリに旅行行ってます。え、ジョリーなんでパリ行ってたの。パリはまあ目の怪我でちょっとルキア君に、うん、ジョリーちょっと休憩でもしてこいよ、うん、あ、そうやったな、うん、でもルキアがあんなまさかジョリーにプレゼントすると思わんかった。プレゼントしてないよ。実費ですよ、ちゃんと。なんで俺がジョリーが目怪我したのだって、お前ちょっとパリで行ってこいよ。おかしいやろ、お前目怪我したかわいそうやな。パリでも行ってこいよ。どこにおんねんそんなやつ。10月に怪我したんですけど、パリが予約取れたんがちょうどこの時期やって、うんうんうん、それもちょっと、ね、消化された頃に行っちゃったっていうだけなんですね。スダリオか。ちょっと気分悪くないからやめよう。スダリオ、スダリオからさ、はい、ちょっと気分悪いよ。最後の方に後味悪い。住んでるんだもんな、いきなりしこう。今年の締めは今日のナリオさんということで。ありがとうございました。違うっぽいね。あ、違う。わ、こっからおもろなるやん、絶対に。ルキア YouTube 挑戦で今からスタートや。今から YouTube、 あ、
じゃあこうしましょう。俺ちょっとやめたくなくなってきたわえ、じゃあほんま本心言っていい？俺 YouTube 始めるわ、一人で。見捨てた。アンボルキア YouTube 始めます。もう一回やるんですか？うん。クリアショット撮って撮って2024年年末までに YouTube100 万人達成するぞーこれ初めてやんじゃん、まだちょっと全く同じ内容でパロディでやってくださいやりに行こうか、ちょっとちょっとやってくださいよ、うん、ちょっとまあ振り返ると、はい、思い出深すぎて、うん、なんかもう笑い泣き してまうぐらい面白いし、うん、思い出感慨深いとこもめっちゃあるし、うん、こんなもんやめなあかんの、てかなんでやめなあかんの、なんか俺もそう思ってきましたね。誰に約束も果たさなあかんの、これだってファンはやめてほしくないと思ってるやろ、はい、でアンチはやめろと思ってるやろ、なんで俺らアンチのこと聞かなあかんの、やめんでいいやん、お前らがやめろ、ビルのまあちょっとやっぱ俺 MMA にチャレンジするじゃないですか、で、はい、その、まあ、様子、まあ、チャレンジする様子で、あと、まあ、明日勝って俺がリアネイキッドチョーク決めて、で俺が何を言ってるのか、まあ、そういうところもやっぱりこう YouTube で決めた先の考えはちょっと今ちょっとまだ分からんけど、その時になってみな、でもその感想を言う場所はここでありたい俺は、うん、だから続けさせてください、お願いします、すいません、終わりましたやめたくない、なんであかんねん、お前らが見るのやめろや、ふざけんなよマジで、なんで俺らがやめなあかんねん、はい、そんな感じで僕正直本当にやめると思ってたんで嬉しいですね、もう一回3人で新しいスタート切れるんで、いや俺もほんまにやめようと思ってた、やめなあかんのかなって、え、マジで普通に嬉しいです、ワクワクしました今ありがとう、はい、よかった、まあ、僕は正直、まあ、こういう結果になるだろうなと思ってたんで、まあまあまあそうやろうなって感じですね、まあ、スーツまで着させられたけど、はい、結論こうなる、そうですね、可もなく不可もなくって感じですね、あ、マジですか、はい、ありがとうございます、いやいやいや、褒められてる感じです、いや、俺はそうですね、まあ、まあほんまにこれは自分で言うのはあれかもしれんけど、良くも悪くもなんかも分からんけど、俺は目の前の感情に正直に生きてて、最初始める時はマジでやめるって言ったし、まあ、その話題からは逃げてたけど、けじめはつけなあかんのかなって思ってたけど、まあ、それでクリオがじゃあ過去を振り返る動画撮りましょうよっていう風に言ってくれて、でこの動画をこうピックアップしてこうやってくれてるんだけど、まあ、それをこうしてこう見てる時にやっぱこう、なんやろ、このストーリーがあって築き上げてきたものがでかすぎて、まあ今テル君それこそ結婚したもあるし、ジョリーが今からこう目直していってこれから再戦復活していく、まあこの各々にそれぞれストーリーがあるわけやんか、俺にも MMA を挑戦するっていうストーリーがあるし、それをやっぱ面白いからやりたいやんって思ってしまったというか、誰に気を使ってやめんのこれみたいな、確かに約束はしたけど誰と約束したんそれみたいな、でファンはだってやってほしいと思ってるはずやん、だからじゃあやろうよみたいな、そのなんで否定的な意見の方を言うこと聞く必要があるみたいな、じゃあお前ら見るにやめろみたいなのをここの底から湧き上がってきたから、これからも YouTube 続けさせていきます、よろしくお願いします、あるんですか、スカイズコーナーみたいな、特にないですほんまにうざいっていや俺ほんまに正直、俺ほんまに正直言わせてもらっていい、多分ジョリーとかはあれやん、多分そこまでちょっと考えないね普段、でも俺やっぱり正直リーダーやから、正直俺は伝えた思いが違う、だから俺は言わしてもらうわ、特にないです今の落ちたでしょ、落ちたな、完全落ちたでしょ、だいぶおもろいと思うよ俺、でもやっぱり俺たちは目標を立ててきたことによってここまでは来れてるんですよ、だから目標は絶対立てなかったもん、だから新年一発目みんなで一回新年会してそこで目標バシッと立てようよで2000… ちょっと待って、あかん、新年会したらまだやめるって言うやんあれだって新年会の動画やもんちょっとおもろいな、やめへん俺、別にアンチもやめろ言うてないから、あ、言うてない、はい、自分で勝手に言ってただけですから、ガキ使やめへんでみたいなあれやん、はい、今そういうテンションやわアンボルキア YouTube やめへんで、はい、はい、そうしましょうよ、じゃあほんまにこんな感じで、今年一年お世話になりました、ありがとうございました、明日は本当に僕ね、まあ挑戦ですけど、はい、必ず勝ってると思います明日、てか勝ってます、うんうん、なので本当に YouTube やめると思ってこの動画撮りましたけど、まあ、明日の俺の試合でアンポ勝って男やなとそう思ってくれたら、まあ、俺たち本当に YouTube 続けていきたいんで、本当に100万人登録もう達成したいと思ってます、なのでチャンネル登録とか、いいねとかコメントとかたくさんもうこれからももらえると本当に力になるし励みになるんで、ぜひこれからもよろしくお願いします、お願いします、じゃあ皆さん来週大晦日で会いましょう。
アンブルケアチームの、格闘技活動や YouTube 活動を応援してくださるスポンサー様を募集しております。興味のある方は概要欄の方にメールアドレスが記載されてますので、そちらからご連絡いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。